はい、どうもこんにちは、リュウボンです。ゴッドイーター2続けていきます。前回のね続きで、シエルがねフライヤーへの立ち入り許可を取ってくれたということで、隊長本当にお疲れ様でした。提案なのですが、フライヤーによるロミオのところに報告しに行きませんか。お墓の前だな。どうにかフライヤーの入場許可もおりました。まあそういう理由だったらな。OK、では行きましょう。あ、よかった、バトルなしだな。ロミオ先輩、先輩の仇取ってきたよ。みんなすっごく強くなったんだから、もうどんな奴が来てもへっちゃらだよ。ちょっと喧嘩もしちゃったりするけど大丈夫だから、安心して見守っててね。喧嘩してたのはロミオだったけどね。あれ、もう花が。誰だ、ジュリウスか。あいつか。うん、一言声をかけてくれればいいのに。ジュリウス、オッケー。次はお金さえブラッドに新しい任務。よし、さあ行くか。なんだろうな、次は難易度5の役者ラージャーおよび今後またも似たようなのばっかりだな。おい、まあ、いいや、やってやるわ、こんぐらい。じゃあちょっとこれ設定します。 OK、 よし、これで、いくぞ。まあつっても毎回同じだけどな。役者ラージャと混合だが、混合は火が弱点なのを覚えてるんだけど、役者ラージャはどうだったかな。役者ラージャ、ラージャ、おい、役者、役者、あん、あ、いていていて、はい、火雷、あ、要は神属性はあれなのかな。なるほどな、 OK。 ってことは今俺武器が炎なので、今ね、なんだこのロングでやってる。で、一応ね、一通り、雷以外だけど、作ったんだ。大体ね、炎と、炎とね、氷があればね、十分な気がしてきた。よし。さあ。そうか、こっちから行った方がいいな。OK。さてと、これは途中から来るタイプだな、完全に。いた。お、おめえが最初か。ザコイの。もうバックステップやめてうぜえから。見てえな。おぼろ月ってどういう攻撃だった。あ、もう普通に今、あるね、この、普通に、四角攻撃で、なんかね、変な、この刃、黄色いの見えるでしょ、これがおぼろ月。てめえふざけんな、そっち行くなよ。カスカスとか言っちゃダメだよ、コンピューターなのに。もうね、もうね、こっちにやるとダメなんだよ。あのラーバナひどいよね、ほんと。このステージでラーバナ戦うときはね、もうちょっと、あー、イラつく。よし、 OKオーケー。なんか強い？そりゃそうか。ね、難易度5だもんね。おお。オッケー。今ね、いろんなスキルをね、ブラッドアーツをね、強くしてるところでさ、すげえ面白いんだ。ちょっと、お、君たち邪魔だよ。おい、弱いな、やっぱ。あ、もう一発あったね。1,2,3,4 なんだよね。どうしよう、忘れちゃう。お、役者来たか。まあ、大丈夫だろ。いた、来た来た来た、うぜ。おい。え、もう来た？あれ？後ろにいる？後ろにいるな。危ねえ。あ、真後ろってわけでもないか。オッケー、尻尾もなくなったし。よし、あれ、あ、今一瞬ね、なんでだろうと思ったわ今。
終わったのかと思った任務がカメラアングルが変わったからなるほどな。ああいうね狭いとこ行くとねどうしても、あやべダウンか、ただのいやマジマジマジダウン、あれ今のは今の攻撃もあれかな、あのちょっとどこ見えない見えない、今のさあのこいつのこの今の分かるかな、あの輪っかが出てさすげえでっかい大砲をボーンって撃つやつ、あれも死体とか死体っていうかさ敵の敵に当たったらそれで消えるのかな、だとしたらだいぶ違うぜ戦法が変わってくる、あれ結構利用するからね俺、あ間違えた、よし、ちょ君たちは何をやってんの、あなるほど、うん、ちょっと待って、え、なんでこいつ、なになになに、なに、これさ、思ったんだけどさ、モンスターね、このね、荒神がプレイヤーに気づいてないときって、この NPC ってさ、攻撃しないようになってるじゃん。フラッシュグレネードのときってこっちに気づいてない状態だから、まさか、攻撃しないとか、そんなバカな、お前明らかに俺を撃っただろ、すいませんじゃねえぞ、いやー俺マジ無理だわ、あのこれのねマルチはちょっと俺無理だわ、あのやっぱりね人相手だとやっぱイラつかせちゃうし、で相手も人間だって思うとなんかこう思うところがあったりとかしちゃうんじゃないのかなって思うんだよね。まあ、ぶっちゃけねモンハンでは俺嫌な目ね思いしたことないけど、こういうちょっとねなかなかこうなんつうの、あー痛い痛い痛い、あのなかなか味方のコンボが大事なゲームっていうのかな、では俺は厳しいんじゃねえかなと思うけどね、なかなか厳しいと思うよ。ようやくあれだよね、闘技殿の方にもようやくそういうトラブルを起こす要素が、できたよね。鬼ちぎり極みっていうね。やっぱね、透かしたらちょっとだけ嫌じゃん。うん、ね。まあ、透かすけどね。透かしてもいいんだけどね、別に。でも今までは、行ってしまうと、もう、全くね、関係なかったんだよ。ワンマンプレイだったんだよ。闘技殿のマルチって。だけど極みからようやくこう協力してねやっていくっていうことができるようになった、あれは面白かったね、すげえなんか全然関係ねえゲームの話しちゃった、よし帰ろうぜ、終わったな、よし、さてこれで一回なんか話がリセットされたんだよな、最近さらにユノさんが落ち込んでるみたいです、返事が返ってこねえのか、ユノから、ユノじゃねえやなんとかって子から、お珍しい、こんなとこにいるなんて、ふう、あいえ、マルドゥクを倒してから少し気が抜けて良くないとは分かっているのですが、アナグラもすっかり元の空気に戻りましたね、まるで今にも ロミオが帰ってきそうで、ロミオは帰ってこないよ、よし、あいていた、大丈夫か、やっぱりおかしい、返事が来ないのか、あ、ごめんなさい。少し考え事をしていて、アスナだ、アスナ、思い出した。あれから何度かアスナちゃんにメールを送ってるんだけど、全然音沙汰がないの。黒種病の治療できっと大変なんだとは思うけど、こんなに間が空いたことはなかったから、間が空いたことはなかったから、なんだか心配で。うん。穴に行く直接会いに行けばいいんじゃないの。え、そっか、そうだよね。こっちから会いに行けばいいよね。なんでそんなことに気づかなかったんだろう。ありがとう。お前もお見舞いさせてもらえないか、打診してみるね。行ってこい。俺もちょっと気になるぞ。なんか実験に使われてんじゃないかって俺は思うんだけどね。結構ね、もう前の動画でも言ったけど、フライヤーの連中はちょっと、マッドサイエンティストが何人かいるので、新しい任務が、いるぞと。複数の荒神討伐。どういうことだ？総括。ラーバナ私有打天使を、補足。ラーバナ、もうラーバナ嫌い。でも、旧市街地なら別にいいか。ともかくね、ラーバナは、
あの地下のさっきのね、さっきのステージ、地下の溶岩のとこ、あそこだとマジでうざいんだよ。もうバックステップバックステップで溶岩の中入っちゃうんだよ。溶岩の中入ったらもう出てこないから、そっから。あいつバックステップしかしないからさ。だからもう、あの思いっきり距離開けてこっちにおびき寄せるとか、もうそんなことしないといけないんだよ、あいつは。マジでね、もう文句しか出てこねえよ。もうほんと。俺ほんとは文句言わない子だけど。よし。さあ、行こっか。よし。お前なんだこの野郎。あれ、あ、普通のやつか。あ、こいつ、ちょっとごめん。これ欲しい、こいつの素材。雷でしょ、これ。誰か倒して。おぉ。あれ、あ、よし。こいつのね、素材がね、ないと作れない武器がね、あって。で、あの、氷のやつも欲しいんだよな。出てこねえかな。死ゆうか。ラーバも耳いいんだよな。まあいいや。ラーバはどこにいるの？あんなとこにいるの？大丈夫よ。ね。おら！来たよ。僕だよ。俺やで。待って。何？ハメハメハ。ああ、そっか。もうあれだったね。難易度、通常難易度だから。もう、バンバン行っちゃえばよかったんだね。こいつなんだっけ？属性。まあ、こういうやつはね、よくわかんないやつは、炎打っときゃいいんで、大体はよ。ほら。知らないけど、弱点かどうか。気をつけるがいい。あ？ちょっと待って、なんかおかしいぞ。なんでうまくいかない？ゼロスタンスがうまくできない。痛い。同じこと言っちゃった。恥ずかしい。よし。今度は食べちゃおうかな。お、ひるんじゃった。それは眉間。無理？これは無理か。ね。それは無理だ。突き捕まえていけないからね。多分ね、すげえ積極的に狙っていくんだよ。よっしゃ、食えた。このためをね、特に食いだめやってるときはね、すげえね、狙われる気がする。一気に。これは食うぞ。おら、よし、そろそろ近づくな、あいつ。何やってんだ、お前は。ここにいんのに、俺が。アホか。ちょっとまずい？ああ、まあいいや。今、すごいね。一発一個だけで食おうと思ったんだけど。まさか一番最後の一撃で死ぬとは。いた。あの野郎は俺も大嫌いだ、あいつ。まあ、このステージならいいけどよ。ただもうバック、いやー嫌いだよ、やっぱ。何もやってんねえな。嫌だわー。よし。無駄にゼロスタンスやっちゃった。よいしょ。いろいろね、本当に今いろんなね、ブラッドアーツを試してるところで、すごくね、面白い、やってて。槍とかね、まあ、ちょっとハンマーだけね、やってないけど、ちょっと俺扱いづらくてさ、あれ。だけどね、まあ、高難易度任務をね、やると、なんだろう、難易度の高い任務をやると、より、このブラッドアーツの経験値が溜まる気がするのね。すんごい勢いで。だから、もうちょっとね、そのハンマーはね、ちょっと今のこの不慣れな段階ではあんま俺もできないんで、また今度。
もうちょっと後にやってからやる。で、今はね、槍でね、槍もね、チャージのやつもね、四角ボタンを押したら、なんか槍の先っぽが開いて、あの、シャキーンとこうなるやつとかあるんだけど、あれも知らなかったからね。全然さ、たまんないスキルが、あの、ブラッドアーツが一個あって、なんだろうと思ったら、そんなの。なんだろうね、すべての武器の説明の任務とかあってもいいと思うんだけどね、これ。本当あの今回思ったのは説明がちょっと本当になんか少ないなと思った。細かいのはいいとして、あの新しい武器でしょ、あの槍は、ね、そういうのやるべきよね。ああ、煙幕だ、これ。あ、ダウン、お前ダウンだったらその毒なんとかしろや。おい、誰だ、クソ。舐め上がって。どう？あ、いいね。今怒ってるね。このね、オラクルの刃ってね、弾かれなかったりする？待って。おー、いいね。いいセンスだぞ。待って。スネークもびっくり。お前は撃つわ。ひるめ！ダメだと。まあ、こうすればいいんだけどね。おい、おい。聞こえんだろ？ほら。こっちおいで。もう、食うとかいらんわ。あ、そっか。お、どうだい？やったね。うわっ、ほう、毒。あの毒もね、ずっとやるからね、その V 破壊によるメリットがあんまないからね、このゲームは。陶器炎はあったっけ？モンハンも、まあ、つってもないか、どのゲームも。V 破壊したからって、何をやらなくなるとか。あ、陶器炎の方、陶器炎あったね。うおっ、うおっ今のはちょっとね、毒切りに見えなかった。なんか光ってんなと思ったけど、まさか俺の進んだ方向とはな。痛い痛い痛い。あ、ありがとう。ちょっとやめんか。あ、最悪の終わり方。いいよ、はい、よし。あ、違う、オプション違うよ。帰る。そして、すみませんね、突然お邪魔して。どうしてもお尋ねしたいことがありまして。サツキって、あー、ユノか。うちのユノがね、うん、黒死病患者としてフライヤに収容されているアスナちゃんに会いに行ったんですよ。どんな方法だよバカか、あいつは。そしたら、ラケル博士でしたっけ、あの人がどうしても会わせてくれなかったんですよね。うん。で、慰問はおろか、メールの使用も禁止されてましてね。ほう。要するに、外部からの接触が全くできないんです。ちょっとおかしいな、それは。あれでしょ？つまり、黒死病患者同士でも会うことができなかったってことでしょ？やばいね、それ。感染予防って話ですけど。うん。なんかいろいろおかしいなって思ってましてね。まあね、メールにはウイルス移んないからね、実際に。そこで、ここから相談なんですけど、今フライヤにいる方で信頼が置ける方っていらっしゃいません？フライヤの中で信頼、受付の子じゃない？ジュリウスはなんかね、あの二人、あのラケルとジュリウスは、あ、これオペレーター。おお、なるほどね、うん、その人詳しくお願いします。お、当たりだね。あ、こっそりとうん、うん、あ、なるほどなんだこれは。おお、なるほどね。突破口はそのフラン何がしさんですねあ、大丈夫、はいはい、
フランさんに迷惑かけるようなことはしないので。本当かよ。心配なく。ちょっと軽く取材させてもらうだけだから。怖っ。それじゃあお邪魔しましたね。はい。俺結構読み当たってきたんじゃない？ほら、フライヤーの連中がおかしいっていう話はまあした。まあこの普通ねゲームやったらわかるけど、あのフランがねだけがまともっていうところでね、あの選択肢にフランが出てきたっていうのが俺は嬉しかった。すごくやったね。よし、はい、というわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、それではまた次回見てください。またなー。